当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて今回のお話は、皆様はタホテッシーと呼ばれるアメリカタホ湖に生息しているという水生未確認生物をご存知であろうか。この生物はアメリカでは比較的ポピュラーな存在であるのだが、日本ではその名はあまり知られてはいない。もともとこのタホ湖には怪物伝説が地元先住民により語り継がれており、それを裏付けるかのように昔からこのタホテッシーと思われる謎の生物の目撃情報が数多く報告されており、何かしらの生物として実在の可能性が非常に高い存在なのだと言われている。今回はこのタホテッシーについてご紹介する。アメリカカリフォルニア州とネバダ州の州境をまたがる湖タホ湖。この湖はアメリカ西部を南北に連なるシェラネバダ山脈にあり、カリフォルニア州とネバダ州の州境、標高1889メートルに位置する。アメリカで6番目に大きい湖面積を持ち、最大水深501メートルという世界で13番目に深い淡水湖として知られている。また非常に透明度の高い湖水としても有名で、その美しさゆえ国内外から多くの観光客がここを訪れている。そしてこの湖の南東岸にあるKブロックの下に広がるという水中洞窟には謎の怪物が住んでいて、時折それが湖内に現れているという言い伝えが地元先住民和尚族とパイユート族によって古来より語り継がれ、それが19世紀半ばにこの地に流入してきた白人入植者へと伝えられ、怪物はいつの頃からかタホテッシーと呼ばれるようになったのだという。タホテッシーの身体的特徴については、全長およそ3メートルから18メートルとその幅は広い。また体色は黒や青緑色など様々で、その全身は滑らかな鱗で覆われ、たるほどの幅をした巨大な蛇のような姿をしているのだという。そして性格は獰猛で肉食。さらにクジラやイルカなどの水生哺乳類のように体を上下に動かし泳ぐのだと言われている。次に記録に残るタホテッシーの目撃について、その一部をご紹介する。タホテッシーとおぼしき謎の生物の目撃情報は古く、初期には1865年11月この地への入植者であったコギンという男性が狩猟のためタホ湖近くの森の中を散策中、巨大な謎の生物を目撃。驚いた彼は近くの木へと登り身を隠したのであるが、運よくその生物はコギンには気づかず湖へと姿を消した。そしてこれが当時の新聞記事である。以後この謎の生物は複数の地元住民によってたびたび目撃されてきたのだという。1970年代小型の潜水艦でタホ湖の湖底調査を行ったフランスの海洋学者ジャック・クストーは、この湖の底で何か恐ろしいものを目撃したのだと言われている。彼はその日湖底で撮影したフィルム映像を公開することを拒み、世界は湖の底のものを見る用意ができていないという謎の言葉を残し、この件について話すことも拒否した。そしてそれは彼の死後も続き、遺言でこの件についての一切の記録の公開を禁じている。この日ジャック・クストーはタホ湖の湖底で一体何を見たのだろうか。1979年の冬、タホ湖西岸にあるホームウッドの沖で匿名の目撃者が湖面に巨大な蛇のような生物が魚の群れを捕食している姿を目撃。その生物は爬虫類的な見た目をしていたのだが、爬虫類特有である体を左右に動かす泳ぎ方はせず、水生哺乳類のように上下に体を動かしながら泳いでいたのだという。1980年代初頭、ジーン・セントデニスという地元の漁師とその仲間が湖の南東岸にあるKブロック近辺を漁船で操業していたところ、その近くで魚を追い回す謎の生物を目撃。彼らによるとその生物は全長およそ 4.6 メートル、全身の体色が斑点のある灰色をしていたのだと証言している。1982年6月、
非番の地元警察官クリス・ビーブとジェリー・ジョーンズがこの湖で水上スキーを楽しんでいたところ、湖面に突如として巨大な黒いコブのようなものが現れ、時速97キロのスピードで走行していた彼らのボートに並走してきたのだという。1984年7月12日、この湖を訪れていた地元住民パッツィ・マッケイとダイアン・スタバラカスという2人の女性が湖面に丸い背中を出す謎の生物を目撃。彼女らによると、その生物は全長およそ5メートル、浮き沈みを3回繰り返した後水中に姿を消したのだと証言している。さらに地元住民であるドナルド・フェインという男性は、ある日の夕方、タホ湖のイーストショア沿いを愛犬を乗せボートでクルージングを楽しんでいたところ、湖面から突如として現れた巨大な謎の生物によりボートが襲撃。それにより船体は大破。湖面に投げ出されたフェインと犬は岸を目指し泳ぎ始めるも、この生物により犬の方は捕食されてしまったのだと、岸へとたどり着き助かったフェインは証言している。近年では2006年、タホ湖湖畔で余暇を過ごしていた家族が湖内に上を向く白い鼻を持つチョウザメに似た黒くて鱗のない巨大な生物が泳ぐ姿を目撃。しかしその生物は魚類のように体を左右に動かして泳ぐのではなく、水生哺乳類のように体を上下に動かし泳いでいたのだという。そしてこれが撮影されたタホテッシーの写真なのだと言われている。湖面に蛇のように金首をもたげながら佇む正体不明の生物、これが長年多くの人々によって目撃されてきたタホ湖に住む謎の存在なのであろうか。タホテッシーのその正体については、タホ湖周辺に存在するネバダ砂漠やシエラネバダ山脈で首長竜、魚竜、モササウルスなどの化石が発見されていることから、これら古代の水生爬虫類のいずれかの生き残りが太古からこの湖で脈々と生き続けてきたのではないかというのが世間一般的な解釈であるのだが、専門家の話によると、タホ湖は白亜紀末の大量絶滅以後に起こった氷河期に形成された湖であるため、その説は成り立たないのだという。また他には湖チョウザメや巨大化したウナギやナマズ、アメリカカワカマスなどがその正体候補に挙げられている。アメリカカワカマスとは、アメリカ各地の湖に生息している大型の淡水魚で、大きいもので全長 1.5 メートル以上、記録に残る最大のものとしては全長 2.1 メートルにも及ぶ。性格は獰猛で肉食、鋭い歯を持ち魚などを捕食する。しかしこれら魚類は体を左右に動かして泳ぎ、渦中の生物は体を上下に動かして泳ぐ姿が目撃されていることから、情報の一部には正体が魚類では説明がつかないものもある。いかがだったでしょうか。タホ湖の怪物タホテッシー、この生物の目撃数は21世紀を迎えた現在でもその数は衰えず、今でも時折目撃されているとのこと。今回ご紹介した目撃情報における謎の生物は、その情報に定まった特徴があまりなく、複数の生物や流木による誤認も含まれていると考え、全て同種によるものかは不明というのがドロップ的な見解でございます。人は普段見慣れない基地生物を目撃すると、その印象的だった情報を痛烈に記憶し媒化させてしまう傾向があります。それはボートの上で水面から覗くチョウザメの背中を目撃した衝撃や、鋭い歯を持つ大きなカワカマスが近づいてくる恐怖が、それを巨大な怪物に見せたのかもしれません。そしてその土地に伝わる民話や伝説、神話などが加味されることによって、未確認生物は自然発生的に出来上がってしまうことがございます。無論本当にまだ人類が知り得ない未知の生物がこのタホ湖にいるという可能性もございますが、全ては人間の期待や未知への恐怖から生み出された産物なのかもしれません。皆様はいかが思われますか。今回の話は以上となります。いやー、オカルトって本当に楽しいもんですね。またお会いしましょう。